エズラ・ファイベル・ボーゲルは、アメリカ合衆国の社会学者。中国と日本を筆頭に、東アジア関係の研究に従事した。中国名、フー・タカヨシ。息子は、カリフォルニア大学バークレー校教授のスティーブン・ボーゲル。オハイオ州でラベアで、アシュケナジムユダヤ系の家庭に生まれる。1950年に、オハイオ・ウェスリアン大学を卒業。 アメリカ陸軍に2年間勤務した後、大学に入り直す。1958年に、ハーバード大学大学院社会関係学科で、博士号を取得。1960年に、イエール大学精神医学部助教授になるものの、翌1961年に、ハーバード大学に移り、博士研究員として、中国の歴史の研究に従事する。1964年から、 ハーバード大学講師、1967年にハーバード大学教授になる。同大学内で、1972年から1977年まで東アジア研究所長、1977年から1980年まで東アジア研究評議会議長、1980年から1988年まで日米関係プログラム所長。 1995年から1999年までフェアバンク東アジア研究センター所長などを歴任。1979年にジャパンワーズナンバーワンを出版して日本でベストセラーになった。また1993年から1995年までは国家情報会議の東アジア太平洋担当の国家情報館を務めた。2000年に ハーバード大学を退職して以降、中華人民共和国の鄧小平の本格的な研究に取り組む。2011年に出版された、デング・シャウッピング・ザ・トランスフォーメーション・オブ・チャイナは、中国語にも翻訳され、中国大陸、香港、台湾など、中華圏で100万部を超えるベストセラーとなった。2014年、福岡アジア文化賞大賞受賞。 2020年12月20日、90歳で死去。ありがとうございます。